WBC の映画見たんだけど、大谷が雰囲気を微妙にしてたけん。強化試合で2打席連続のホームランを放った大谷。ベンチに帰ると不満爆発していた模様。大谷、何これ、もっと盛り上がってほしい。なんか全然盛り上がってなくない？どういうこと？これに対しヤクルト山田哲人、ちゃう、ファン引いてんねん。このやりとりが一番おもろかったよな。マジで草。一本目の膝つき片手の後、二本目バット打って、ホームランだからなわら。ちなみにベンチもマジで変な雰囲気になってた。村上、焦ってはいません。これには笑った。お立ち台の、まだまだ応援が足りないので、ガチだったんやなわら。映画めちゃおもろかったわ。総集編の盆作かと思って、ダメ元で見に行った。東京オリンピックの後から追い続けた胸熱作品だった。ベンチ裏シーンが多くてよかった。結果知ってるのにドキドキしたわい。映画見たけど、大谷がベンチで常にウキウキで笑った。マジで大谷野球好きなのがわかった。そら酒や女に柱になってくらい、野球好きな大谷だった。同期が被弾して泣いてるシーンは、野球ファンなら見るべき。代表の重責を感じた。山川さんの犠牲フライで、Y も号泣したわ。山川全然カットされてなくて笑った。山川は草。メキシコ戦のベンチの雰囲気、やばかったな。映画館だからか鳥肌立ったわ。大谷が良くも悪くも、チームの雰囲気を変えてた。ピンチ。大谷がめちゃくちゃ声出して盛り上げる。通常時、大谷の活躍に、日本代表選手がドン引き。メキシコ戦は枯れるまで声出してた模様。吉田がベンチで全く話してなくて笑った。一方の大谷みんなとニッコニコだったわ。3週間公開の予定が大反響で公開期間も延長の模様。これだけは言っておく。大谷ファンは見に行け。このチャンネルでは大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。